どうもこんばんは、平井弘明でございます。今回はですね、多分トール君がですねタイトルよりどりみどりっていうタイトルをつけてくれると思うんですけども、いろんなこと言っていきたいと思います。それさ、見る人困っちゃうから。あ、そっか。まずじゃあこの動画の内容で言うのは、うん、インパクトゼロできない人。おお、これ重要すぎちゃうね。これは一本にした方がいいね。そうだね。この動画に変更します。あ、します。おいし。今回の動画はですね、インパクトゼロできない人やろうと思っててもなんでできないのかっていうのをやりたいと思います。そうしよう。いきなり変わるんですよ。で、前回動画でダウンスイングで押せる向き押せない向きがあるっていうことを言ったんですけど、それどういうことかというと、平井弘明のワンラップゴルフ、ボールに対して押しますよね。なんでこれはもうボールに対して押せません、押してみますね、こうなりますね、ボールに押せないんですよ。ボールの方向に手が向いたこの向きで初めて押せるんですよ。こうやって。先生、一個いいですか。はいはいはい。全部真っ黒なんで右手取ってもらわないと見えない。見えない。肌色じゃないと全部真っ黒だから。今日僕と登録が大好きなあのお客様がギャングの方がいる。はい、すいません。右手が、の向きが、はい、一回お願いします。はい、こうやってなった、これはボールに向かうじゃないですか、こうやって、そうだね。だからボールに押せるんですよ。でもこの向き、こうですよね、押したら、そうだ、押せ、ボールに押せない。こうなって押したらこうなんですよ。向こうに行きたい人と向こうに行きたい人が合わさるんでこうなるんですよ。はいはいはい。こうダフります。そうだ、ダウンスイングでこの向きで右手のひらが、だからアドレスで開いておいたらいいですよ。こうやってこう押せるする、こうやってこの向きにダウンスイングを迎えられてるかどうか、まずこれがインパクトゼロができない人の確認をしてみて。ボールに向かってないとダメってことね。手のダメね。ひらがね。ね。もうしていい手袋。いいよ。俺今日でもしてないんだから。寒あ。申し訳ないですね、手袋今度買ってあげるから。ほら。手袋買ってあげる今度。本当？やった。北側を買ってあげる。何？あ、ノースペース。わかんなかった。そうか、わかんなかった。わかんなかったよ。だからあとは、と、インパクトゼロってすごい大事です、大事ですって言うでしょ。で、インパクトの、ここの時にはもう、こうやってなってないとダメじゃない。それはそう。そう、だから、ここに向かって戻そうとしたら、もう戻らないじゃない、そうだね。そう、だから、ここにこの向きで直すっつったら、ここでこうしないとここにこうやって戻んない。そうだね。ここがインパクトゼロだね。ここが。ここがこうなって、こうなってくる。だから、ここで、ここがインパクトゼロなんでしょって言って、ここに、ここに向かって、こうやって戻したら、もうここだからね。そうだね。通り過ぎちゃうんだよね、早い。通り過ぎちゃう。そう。だって全力で振ってる。そう。ね。だから、インパクトゼロに戻らない理由、この二つをまずチェックしてみてください。だから、ここに戻そうとしてたら戻らない。ダウンスイングでちょっとでも下向いて、要は手のひらがこうやってボールに向かないとインパクトゼロに戻らないんで、この二つがちゃんとできてるかどうかのチェックをまずしてから、インパクトゼロをやってみてください。変わりますって。ゴルフやんない僕から一個、はい、いいですか、はい、今まですごいこと気づいちゃったんだけど。はいはい、右手のひらが、ボールに向かっていかないといけないんだ。そうですよ。めっちゃ当たり前なんだけど。そう。俺は遊びで打ってて意識したことないわ、それ。こうなってないと戻れない。そっか。その手のひら意識したらヘッドがそれになるんだ。なる。右手のひらとフェイスは絶対同じ向き向くから。こうやってこの向きで構えてるんだ。こうやって。こうやって。そう。これが右手のひらを下向けるよ。あー、なるほどね。上向けるよ。こうなるじゃん。同じ向き向くじゃん、フェイスが。そう。だから、ダウンスイングの右手のひらの向きで、もうフェイスの向きは決まるから。
右手で打ちに行かないといけないんだ。右手のひらで。右手だよ。知ってる。知ってるね。知ってる。そう。けどそういう意味でも、うん、右手のひらで打ちに行かなきゃいけないんだ。そうよ。そうよ。その右手をめっちゃ使うっていうのも当然あるけれども、うん、それに加えて、うん、より右手になっちゃったじゃん。うん、で俺ね、うん、やばい発見をしたの。何？これ言わねえぞ。言わね。言ってよ。ここまで見ちゃったから。左手右手、要は左手リード右手リードを言う、うん、ほぼ結論が分かった。マジ？うん。なんでそう言ってるか、なんで二つに分かれるかが分かった。うんうんうん、知りたい。知りたい。知りたい。めっちゃ知りたい。これはトール君はカットする権利があるんで僕言いますね今。トール君には。結局ダウンスイングで、うん、ダウンスイングを意識してる人は左腕っていうの。ああ。で俺は7時から3時だから右手なんだよ。フォロー。だから俺右手って言ってるの。だからスイングの自分の体の右を意識してる度合いが強い人ってゴルフは左だよっていうの。で俺はフォローを大事にしてるでしょ。うん、フォローはさ返し切るじゃない。うん、それ右手じゃない、うん。だからゴルフは右だよって言ってるの。いやそうかもしんない。そう。だから、最終的に俺とトール君は、両方どっちでもいいよって話をしてんじゃん、最近。うんうんうん。もうそんなのどうでもいいから。うんうん、両方いいんだから。うん。だから両方いるんだよってなっちゃう。いや、すげえ。これちょっと、どうしようかな、カット。したくなっちゃったな。カットして消して。いや、ちょっと待って。いや、これ、いや、そう。そうでしょ。うん。だから、ここで、こうやってやってる人は左じゃん。俺はこうだけど、右だけど。うんうんうん。それでもね。うん、だけど、うん。一道フォローで、こうなる人はいないんだから、絶対フォローでは右じゃない。そうだね。伸ばすじゃない。で、ダウンスイングはさ、まあ多少になるとも、こうなる人はいないんだから、まあダウンスイングは左の人もいるかもしれない。まあいるだろうね。多いのね。だから、ダウンスイングのここを、こうやって意識してる人は、ゴルフは左だよっていう。本当、そりゃそうだ。それ答えだ。だと思うよ。だから、両方ないとダメだし。うん。ただ俺は感覚的に左で聞きつけてるのかもしれないけど、うん、感覚は右だから、うん。だから右って言ってるの、うんうんうん。それあれだね。なんだろう、ボディーターンなのか手打ちなのか一緒で。一緒一緒。だから両方止まることはないじゃん、どっちかが。そうそうそう。そう。ね。そういうことだよね。うん。だから本当は仲いいのよ。あ、ね。すごいあのさ、シンクってコメントあったじゃん。手打ちとさ、ボディーターンです、ね。結局なんだっけ、あの、手を使ってボディーターンしないと打てないでしょってさ。いや、そうだろ。結局そういうことだよね。うん、右手と左手どっちも使わないと打てないんでしょ、うん、そうそうそう。ほぼそりゃそうだっていう。そう。無力の方がないからね。そりゃそうだね。ね。だから、感じてるものが強いところを言ってるだけだから。だから俺、ほんとそう。だから手打ちとかも、うん、結局、力を追い越したら手打ちで、うん、力を追い越さなかったらボディーターンしか打てないっていう。うんうん、だから、うんうん、両方上も手も体も使うし、うん、両方ターンするし、うん、両方手首も使うし、うん、だから、全部が欠けちゃいけないんだよね。そうだね。そうそうそう、そう、うん。本当は仲良し。人類皆兄弟だから。そうだね、うん。そうだよね。そう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 。で、これ、皆さんにちょっと一個言ってきたいことあって。はいはい。この前ね、車の中で話して、あの、笑った出来事があって、うん、ボディーターンの定義調べたんでしょ？うん。俺ね。うん、何だったんだっけ？うん。だから、あの、結局のところ、うん、だから、この正面あるでしょ？うん。これを、正面を追い越して、打つ場合は、うんうん、要は手打ちだよって俺登録に言ったじゃない？うん、で、なんで笑ってんだって。絶対早く。それを追い越さないで打つのはボディーターンつってるでしょ、うんうんうん、で結局ボディーターンなんでね。そう。んで、じゃああの、あれはつって言ったの。わざと振り遅らせて、うん、ヘッドが出てこないようにして、うん、後出しじゃんけんで打つやつはって言ったら、うん、あれボディーターンだったねって言ったの。これはね、これ怒られるよ、これ。あれボディーターンじゃそれつってなったんだよね。そうだよ。笑ったね。笑った。あの、茨城空港行く前ね。そう。行く道だよね。行く道ちょうどラスト1キロぐらいでね。そこで気づいちゃった。そう。北海道行く前に気づいちゃったから。あんだけ手打ちって言ってて。お前試合でするとき、ボディタンじゃねえかよ。今は、今はジャストで打ってるんだっけ？今はジャストで打ってるから、今は手打ちです。はい、そう。ただ、試合出てるときは、うん、あの、言い訳じゃないよ。
あれ笑ったんだよな、マジで。そうやって言ってたもんね。そう。そう。これはボディ言ったんだよ。自信満々に言わせてもらうよ。違う違う。だけど、今は、そんな練習もしてないし、そんな練習量が積めないから、無理なのよ。打てないのよ。こんな遅らしてなんて。遅らしたら遅らした分右行くんだから。だから、自分の、この、正面で、ここでやっぱ打ちたいわけよ。こうやって。まっすぐね。そう、まっすぐ。だから、追い越すか追い越さないか、ちょうどのところで、こうやって、バチンって、リストを使って戻してる。はいはいはい。それは手打ちじゃねえかなと思うんだよな。それはそうなんだ。そう。それはそうなんだけど、いや、気づいて面白かった、あれは。面白かったね。俺が一番面白かったと思うよ。あんだけ言ってて、僕のもんだから。そう。あの、トール君の、ツッコミね。あの時に。え、じゃあさ、それって、ボディターンじゃん。なったよね。なった。なったよね、あの時。なった。えってなったよね、俺。ああ、え今まで散々なぁと思って。うん。まあ、いいんじゃん、名前の問題だから。そう。名前の問題だからいいし、段階の問題だから。そうだよね。そう。だから、手でね。そう。正面で打てるようになってからやったことだ。そう。インパクトゼロイコール手打ちだとしたら、それの次にボディターンが待ってるからね。そうだよね。そう、だから、それクリアしたらどうぞだよ。で、試合で必要だったからやっただけだね。そうです。いや、でもわかります。ね。でも面白かったね。そう。あれめっちゃ面白かったね。面白かった。もうテンション上がってて、うん、もうこれから飛行機乗るっつって、ね、久しぶりだったし、うんうん、まあいろいろと楽しいことが多かったよね。うん、また脱線してしまって。あ、そうです。インパクトゼロにならない理由、この2点、最初に言いましたね、2点。あの、わかんない方は巻き戻してください。今、この場では巻き戻しできないんで、ごめんなさい。なんで、ダウンスイングのフェイスの向きと、インパクトゼロをインパクトゼロで戻そうとしても戻れないんで、インパクトゼロに戻すために、マイナスインパクト100ぐらいからこうやって戻さないと、ここにゼロになんない。でもここら辺でなってたらずっとゼロなんでしょ？正解。そうなんですよ。それもね、動画でやって。そうそうそう。だから、ここで、とにかくフェイスアングルもそうだし、このインパクトアングルもここでこうやって左脇締まってこうなってれば、自動的に回してくればゼロだから。うん、何かしなくても、うん。その2点ができてれば、ほぼゼロ。なります。はい。なんで、そのチェックをですね、ぜひやってみてください。今回は絶対インパクトゼロになる動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約。あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。